大谷翔平、記者に問い詰められ、トゥモロー小声。ロッカーに戻ってきた瞬間を逃さず番記者ら数人が近づき、スキャンダルについていつ話すのかと囲み取材を要請。スタッフと広報が止めようとし、一瞬緊張感が漂ったが、本人が小さな声で、トゥモロー明日と返答、その場を後にした。初めて覚えた英語。大谷が初めて英語を話した。赤ちゃんが初めて言葉を喋った時ぐらいの感動やな、おめでとう。不祥事起こした外国人選手、明日。記事が大谷いじっとるやんけ。もういじった方がええやろ、それで恥ずかしくなって大谷が英語覚えた方がいい。また番組でアメリカンジョークでいじられそうやな。明日会見で英語でペラペラ喋り出したクソおもろいけどな。てか今日エンゼルスのメンバーと普通に喋ってたし普通に話せるんやないんか。